まあ、でも先ほどの、ね、陽選手の走塁も、ね、もう一度言うんですけど、はい、あれがセカンドだと、ね、また守備陣形が変わってて、それは変わりますもんね。まあ、同じ打球でも、ね、取られてた可能性もあるんですね、大谷選手ね、はいはいはい、あれやっぱり一つでも先の塁へという、ね、意識は本当に重要ですね。まあ、結局野球というのはそういう、まあ、ちょっとずつの積み重ねというか流れというのがありますもんね。そうですね。さあフルカウント、ランナースタート、そして打球がいった、そのまま真っ直ぐだ、一直線、ミランダ第7号スリーランホームラン、これは効きます。大谷が、中田が帰ってきました。そしてミランダ三塁ベースを回って本当に両手を叩きました。そして今10時を切ってホームイン、4対0、今日は日本ハムファイターズの立ち上がりからの猛攻です。フルカウントからのまっすぐですか。はい、高め力あるボールですけど、はい、力じゃ負けませんね、やっぱりね。戻ってもしないですね。はい、さあ見てみましょう。あ、シュート回転で中に入ったのか。いやー、ものの見事、捉えました。これでミランダが32打点になりました。ああ、中田を抜きましたね。はい、